Let's go. To the next mission. Capítulo 3, parte 5. Cibaris Transfer. Hay tres pergaminos secretos. いつまでも寝ていられない。ひばりのことが心配だ。あのドジっ子なら心配ないわよ。お前は、ひばりはね、ペリジョ学園に転校したから。ふん。また私を無視する気？でもひばりの話は本当のことよ。あんたを怪我させたことによっぽど責任を感じてたんでしょうね。超秘伝忍法書を持って私たちの学校に乗り込んできたの。うん。あんたの敵討ちのつもりだったんだろうけど、あの子じゃ超秘伝忍法書は使いこなせなくて。それでどうしたんだ？私の言うことなんて無視するんじゃなかったの？答えろ。それでひばりはどうした？だから言ったでしょ、蛇女に転校したって。ふざけるな。どうして敵討ちから転校になるんだ？聞きたい？ああ、聞かせてもらう。力ずくでな。嬉しい。ようやく私の方を向いてくれたね。Venga, tienen que darnos la información para poder recuperar y rescatar a Hibari. Y Yagyu tiene que vencer a Mirai. Vamos. ¡Yagyu! Combate directo. Vamos a buscar los pergaminos.Otra caja. ¿Qué hay? Web. ¿Qué hay? ¿Qué hay? No puedo salir de aquí. Aquí abajo.Quedó el segundo y el tercero. Ahora tengo que intentar subir otra vez. ¿Dónde está? Ahora luchamos. ¡He congelado! Bueno.Cuando me lanzan volando me quitan el tarjeteo. Contraataque. Yo transformo la vida de esto.かかってこい。なんとか。忍び転身。Oh, my God.
もう終わりか。さあ、ヒバリについて知っていることを全部話せ。またヒバリ？戦いが終わったら、もう私のことは無視？ふざけんな！私を無視する奴は絶対に許さないって言っただろ！無視しているわけじゃない。俺はヒバリのことが知りたいだけだ。うるさいうるさいうるさい！無視される人間の気持ちがなかった。お前の気持ちなら知らん。俺の質問に答えろ。そうなの。わかった。わかったわよ。あんたも裏切られる人間の気持ちを味わえばいいのよ。そうすれば私のことも少しは理解できるはず。何を言っている？超秘伝忍法師を私たちに奪われて、ヒバリはもう半蔵学院には戻れないと思ったの。でも忍びになることは諦めきれない。それがあの子の夢だから。だったら残された道は蛇女に転校するだけ。ヒバリは自分の夢のためにあんたたちを捨てたってわけ。そんなバカなことが。あら、ショックなの？でもそれが事実。あんたはヒバリにご出身だったけど、あの子の方はそうでもなかったってこと。残念ね。デタラメを言うな。信じられないんだったら蛇女に来ればいい。うちの生徒になったヒバリを見ることができるから。あら、でもあんたには蛇女の場所がわからないか。それじゃ無理ね。ヒバリ、あんな奴の言葉、俺は信じないぞ。相手の最大性のラヒバリ。これで満足はしていられないな。ランゴは。Quedan un poquito más de la mitad del nivel 3 y estos son los tres pergaminos secretos.